さあ、有吉弘行のサンデーナイトドリーマー、有吉弘行でございますけれども、今日は、まあ、いろいろありますけどもね、年末なんで、アシスタントの方もスペシャルとなっておりましてね、ちょっといろいろと、吸ったものでありまして、こういう感じになりまして、ザ漫才の、あれがあるんですよね。漠然としてますね。決勝がね。はい、そこに、勝ち残って、っていう表現でいいですか？まあ、そうですね。はい、決勝に残ったんで。いや、もう、あいつ食べれば一回でいいんですよ。そこに、残った、封筒松原ちゃん。ありがとうございます。僕のひぞっこのふと松原さん。ありがとうございます。どんなお顔みたいな。これずっと可愛がってきた甲斐があります。ありがとうございます。可愛がられてた感はあんまないんですけども。拾ってたよ。何なんだお前らみたいな、さっきからごちゃ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 。あれ？おい。クズ芸人。クズ芸人ですか？来年お前ら仕事ゼロだね。いや、そんなさいよ。そこまでガラッと変わります。大丈夫ですよ。ちょっとぐらいあるでしょ。せめて名前言ってくださいよ、俺ら。チンコ&プッシー。何だよ、もう。とんでもないよ。とんでもない。うれしくない。Release so much stress. We now have a variety program. さあ、こんばんは。太田プロの真珠、広島軍団怪談児、軍人ロックスター、有吉弘行でございます。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお送りしております、サンデーナイトドリーマー。さあ、アシスタント選手の安田さんから打って変わりまして、年末進行特別バージョン2組でございます。さあ、もう一度自己紹介お願いいたします。チャンピオン！チャンピオンではないんですけど、どうもお久しぶりです。はい、どうも、松原です。松原です。かわいこちゃんね。ありがとうございます。嬉しいな。ちょっとなんか怖いね。ちょっとまあまあね。いやでも嬉しいですね。嬉しいです。お姉だけど今回ばかりは男らしく頑張りなさいよ。いや、お姉じゃないですよ。めっちゃ女抱いてますよ。期待してるからね。いや、ありがとうございます。期待してるからね。ありがとうございます。お姉さんありがとう。楽しみだ、楽しみだ。なんかね、こんな年末にね、こんなホットなニュースが飛び込んでくると思わなかったからね、あたしちゃん、ほんと嬉しい。頑張って漫才やって。はい、頑張ります。そして、はい、こちらのお二人も。いや、ちょっとテンションの違い。テンションの違いがすごいな。どうも、アルコ&ピースです。アルコ&ピースです。はい、モノマネでね、おなじみの。モノマネでは、まあ、出させてもらってそんなにモノマネは。ノブ&フッキーさんですか？ノブ&フッキーさんじゃないですよ。アンドがちょっとね、ついてるんで。アルコ&ピースです。うん。はい。まあ、てっきり決勝行ってくれるんだろうと思ってたんですよ。まあ、今回はちょっと。まあ、お二人の普段の態度からして。態度は、いや、そんな悪い。もう本当にもうこのラジオから巣立ってね、はい、オールナイトニッポンですか、まあそうですね、今日はい、夜中3時からやってて、はい、もうすっかり俺のことなんて見下した顔して、あれはそんなことなんですか、そんなの全然しないですよ、もうそんなことしたことないですよ。でもまあそれもまあ時代の流れかななんてさ。いや、まずまだ、いや、有吉さん先輩だと思ってますもん、全然僕らは。まあ同兵は猿のみだな。いや、そんなことない。そんなことないっすよ、有吉さん。第一線で活躍してらっしゃる。でもね、どっか誇らしかったんですよ。生意気な態度取るけども、やっぱり、面白い。コンテストにいつも出て、もう本当に最前線で戦っていらっしゃるんだなと思って、かっこいいなと思ってたんですけどね。まあ、一方ですよ。馬鹿にされ続けてた、俺ね、まあ、老兵ですよ。老兵であったのは、やっぱりその、一本グランプリで優勝っていう、まあ、最前線でやっぱり華々しい
結果を出して、まあまあねはい、老兵もまだまだやるもんだね。老兵じゃないですね。すごいなって思って我々見てましたね。お前ら何なんだよ、ほんと。ええ？そんな。情けねえ。ワイルドカードにも残ってないっていうじゃない。いね、まあまあ、でも、ね、そうですけど、うん、まあ振るわなかったとこありますけど。今年はちょっともう。そんな。叩く必要もないっていうか。いや、だって今日は2組とも決勝残ってるもんだと思って、ムッキングしたわけだからさ。一本は決勝残って、一本落ちてるんだよさ。お前なんかもう、かわいそうじゃないか、お前らが。あまりに。さすがに松原でさえかわいそうな顔して見てるよ。まあまあまあ。でもまあまあまあ。ね。人柄いいですもんね、坂井さん。人柄褒められたよ。人柄ですか？いやー、まあ、しょうがないですけど、今年は。ちょっとだから対照的なお二組になったんですけども、ね、偶然、はい。ちょっと仲良く、まあやりましょう。いや、お願いしますよ、こっちもね。お願いしますけど、はい。というわけで、有吉弘行のサンデーナイトドリーマー、ふと松原ちゃんと2時間お付き合いください。お願いします。はい、お願いします。サンデーナイトドリーマー。Live on air. Sunday night. Dreamer. Live on air. You're watching everybody. Adios. Sunday night. Dreamer.さあ東京半蔵の JFN スタジオから生放送有吉弘行サンデーナイトドリーマー今週のアシスタントはふと松原です。はい、アルカンドピースもいます。はい。さあ生放送でございますメッセージを募集いたしましょうね。ザ漫才前夜祭ということでテーマズバリこちら、ザ漫才。ザ漫才でいいのかな。ザ漫才どうなんだろうね。なんで言ってます。お二人決勝行ったお二人は。もう本当にザ漫才。ザ漫才、はい、負けた人たちは何て言うの。知らねえっす。あんま変わんないですよそんな。お前な今日はお前なんかちょっとジージャンみたいなデニムのシャツ着てお前尾崎豊か気取ってる。平子さんそうなの。なんでシャツまで着せられないといけないんだよ。どうしたの。ショーレース落ちるとさ15の夜ってか。シャツ関係ないでしょ。反骨の感じ出してくるからな。めっちゃということでザ漫才に関することどんなことでも OK です。皆さんの優勝予想ね、ふーと松原にアドバイスね、アルコ&ピースへの慰め、うん、ザ漫才の楽しみ方、あなただけが知っているザ漫才裏情報などなど何でもいいので教えてください。有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください。www.jfn.jp/dreamer www.jfn.jp/dreamer です。携帯電話からも送れます。やっぱすごいな、自信が声に出てる。いや、そうでもなかったそんなことでしょ。ふわふわしてますね。自分で言うのもなんですけど。じゃあちょっと平子読んでみる。有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにメールフォーム、メールフォームから送ってください。www.jfn.jp/dreamer、www.jfn.jp/dreamer、携帯電話からも送れます。あー、なんかやっぱりなんていうのかな、覇気がないよな。もう引退間際の老人、老人のような。引退間際の何やったんだ。老人役者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 のラジオなんて。もう相当。僕はちょっと、何すか老人。老人役者のラジオって。いい加減してくれよ、本当に。さあ、ということでね、パンが10個貯まりますと、我が心のスポンサー、若月千夏大先生が直接送ってくださっております。クマタングッズ差し上げておりますので、頑張ってください。さあ、というわけで、ザ・漫才と同時に進んでおりますけども、この番組のアシスタント総選挙、ね、番組ホームページで投票受け付けておりますけれども、今日はね、まあ、ふーと松原が参加、担当したということで、はい、ホームページ上では明日からふーと松原もアシスタント総選挙に、ね、エントリーとなりますので、ありがとうございます。ぜひぜひクリックする方はクリックして、はい、お願いします。ということでございますけれども、さあ、いろいろありますけども、どうしましょう。お、メールも来てますか。ラジオの道立つよ。4人もアシスタントがいて、
ガチャガチャうるせえ。お前らマシンガンズの西堀と一緒で、ラジオの基本知らねえのか。喋るときは自分が誰なのか言ってから。そしてクロストークにならないように気をつける。マシンガンズの西堀じゃないんだから、ちゃんとやれ。そんだけ言われてんすか、西堀さん。ラジオスター ラジオスターですよ、もう今や。あ、別の曲でやったやつ、ね、こっちでもディスられるんですね。楽しいです。さあ、ということでザ・漫才ですけどもね、決勝に残っているのがこれ素晴らしいメンバーですよ。レーザーラモンですよ。レーザーラモン楽しみですね、一番ね。見たいね。そうですね。あとチーモンチョウチ、オジンオズボン、チドリが A グループ、はいはい、ここはどうですか、どこが強いんですか、前評判では。まあ、やっぱチドリが、チドリが、まあそうだね、毎回優勝候補って言われてますもんね。うん、そうですね。ごめんなさい、ちょっとザ・漫才のお話も。いや、僕らも分かる、去年も出てますから、一昨年も僕らの言ったら2年連続残ったんですよ。はい、なんか聞いてください、分かんないこと。分かんないことあったらね。他チドリ硬いんじゃないですか。でも前評判ではやっぱりチドリがね、やっぱり、から俺。そう言って、もう先にもう言ってください。だからさっきとも2回連続2位を取ってね、決勝進出ということで。さあ、B グループですから。楽しそうな顔してる。学天祖。学天祖。封筒松原。はい。封筒松原ちゃん。忘れてたし、ずっと応援してきたからね。ずっと応援してきたもんな。ありがとうございます。東京のお父さんみたいなところがある。あとはあったかいね、ところが広いんですな。病気の時も心配したし、いや本当にその時ね、その節はお世話になりました。そうだな、はい、ありがとうございます。そして銀シャリちゃん、あ、そうですね、銀シャリちゃん、これも銀シャリも可愛がってるね。うなぎちゃんと橋本ちゃん、あれあれ可愛がってるの。そしてウマンラシアワちゃん、あれのこの子たちも、こうなると学天則だけなんかしたの。逆になりますよね、学天則ちゃんだけお会いしたことない。ちゃんはつけんの。ここはどこが強いんですか。やっぱりウーマンラッシュアワー。ウーマンラッシュアワーで決まりですか。そうですね、じゃあそうしましょう。はい、まあ多分そうだと思う。客観的にまあ見で、 C グループ天竺ネズミ、ノンスタイル、え、まだ出てんの。いや、出てますね、ノンスタイル。東京ダイナマイト、でワイルドカードの勝者。はい、なるほど。ワイルドカードはジャルジャル、和牛、テンダラ、流れ星、磁石、ドキドキキャンプ、相席スタート、スパナペンチ、囲碁将棋。なるほど。優勝ズバリ。優勝ズバリ教えてください。いやいやいや、ウーマンラッシュアワー。ウーマンラッシュアワー。自分たちじゃないですか。にかけますか。そうです。え、かける。かける。何を。パン。パン。あ、わかりました。パン1万個。いやいや、そうの。業者相当の。さあ、行きましょう。坂井ちゃん、ズバリ。ズバリ行きましょうか。うん。ノンスタイル。ノンスタイル。はい。また。はい。おー。これ日韓あるんじゃないですか、M1 と。ひょっとしたら。はい。ちょっと期待も込めて。フートちゃんは。フートちゃんは、やっぱまあ出るんで、もう優勝を目指して、はい、自分たちに。おー。いいね、そういうのも聞きたいね。はい。そうか、なるほどね。俺の予想は。俺の予想は。待ってましたじゃねえんだよ。いやいやいや、待って、いやいや。いや、来るもんかなと思って待ってるじゃないですか。待ってましたね。俺の予想は。振ってくださいよ。俺、ダイナマイトさんがね、今回仕上がってますよ、だいぶ。東京ダイナマイト。はい。面白いらしいね。面白いですよ。準決勝でも僕らの前、出番前でものすごい受けてましたね。そう。東京ダイナマイトな、ワイルドカードからテンダラーさんがってきたら強いなって思いますね。テンダラーもね、チャララーの人です。あ、そう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 。まあまあそうですね。そうですけど。そうですか。あとはなんか意外なとこ、でもまあでもよく名前も知った人ばっかりですもんね、全部ね。そうですね。オジンオズボーンの人は松竹で、あの人でしょ、なんかの面白いこと言う人でしょ。みんな面白いこと言う、みんな面白いこと言う、みんな面白いこと言う、ギャグ的なダジャレ。シコランゾーと、ああ、まあそうです。シコランゾー、その上言わない。シコランゾーじゃない、シコるもんね、シコるもんね、そこじゃないの、こんな。イケイケじゃねえ。そうか、じゃあまあでもこれは、ああ、まあザラジオのザッツ、おい、アルコ&ピースてめえらよく残ること JFN に来れたな。ザ漫才決勝行かないやつなんて芸人じゃねえ。
ふうと松原ちゃんは立派な芸人だ。ありがとうございます。ふうもお姉だから応援してるよ。頑張ってね、ふうと松原ちゃん。ありがとうございます。すぐ流れ組んだな、ね、お姉たちのね。お姉たちが。お姉たちが全員応援してます。あ、本当ですか。お姉じゃないの。当日はもう、新宿2丁目でも。横断幕。ハンター振って。いや、そんな優勝したら絶対来てよ。いやいや、なんで、あゆさんもいるんですか、そこに。本当ですか。お店やってますから。黒猫って。黒猫って。ありそうだ。ありそうだ。ラジオネーム北別府。おい、平子。久々に FM 出たらやけにヘコヘコしてるじゃねえか。オールナイトの時見たくラジオの王様みたいな態度してみろ。そんなこの負け犬が。そんな態度取ってないよ俺あっちで別に。何王様って。お前ラジオの王様みたいなことしてる。いや取ってないっすよ俺あっちで。変わんないっすよこっちとなんも。情けないわ俺は本当に。俺がもう教育できてないと思われるから。どうだ松原。お前大丈夫かお前。いや大丈夫ですよ僕。もう緊張してんじゃないだろうな。そんなことない。ないのか。おしっこ行ったのか。おしっこはもうさっき言ってました。残尿感とか。気をつけろよお前はな。はい。すぐ体壊すんだから。はい。すいません。許さないぞ。はい。わかりました。ちゃんとしなさいよ。はい。します。ラジオネーム連休ラブソング FM 宮崎。酒井ちゃん。はい。僕たちゲスナーは酒井ちゃんが恋愛禁止のルールを破って合コンに行ったこと未だに忘れてません。今日この場で改めてゲスナーに謝罪よろしくお願いします。何回僕は謝ってんすか。恋愛禁止ですからね、アルコ&ピース。それちょっと僕知らなかったんで、ちょっとその自覚が足りなかったですね、それ。この番組のアイドル適当なんですから。はい、合コン行ったり、館内のキャバクラ行って、キャバ嬢に写メな、ツイッターで拡散されて。ツイッターで。ああ、ダメだ。はい、ちょっともう気をつけます、本当に。ちゃんともう一回謝ってください、みんなに。はい。先日、番組のスタッフと、作家の福田と、渋谷のもやしメインのお店で合コンしてすいませんでした。はい。気をつけろよ。はい、もやしメインの渋谷にあるんですけど、はい。なあ。もやしをメインで出してるんです。そ、なんでそこ押してくるんだよ。あるんだよ。どういう店かがいいんだダメだぞ、もう。はい、ちょっと気をつけます。はい。で平子もラジオの王様みたいな態度取ったことある。いや取ってんの、まあ、私平子は、AM の方ではラジオの王様気取りで、大きな態度で普段、やらせていただいているにもかかわらず、こちらの FM に来た途端に借りてきた猫のように、小さく丸く収まって、この態度の、変化を自分の方でつけてしまって皆様に不快な思いをさせてしまい本当に申し訳ありませんでした。よし気をつけろ。何なんすかこれ。怖いな。じゃあフートも謝ろう。飲み会で上島さんに偉そうに接してたことです。はい。まあ今年の頭頃、上島竜兵さんと飲ませていただいて、やはりまあテレビでいつも拝見させていただいた上島さんが目の前にいるということで、僕もそのテレビの真似事、バラエティの真似事のように上島さんをいじり、してしまったことを深く反省して、これからは、先輩ですので、敬って、はい、ついていきたいと思います。もテレビの真似事をして申し訳ございませんでした。じゃあ、封筒。はい。封筒じゃない、松原だ。はい。お前、何を病気、ちょっと前病気になったこと謝ろう。あ、そうですね。封筒に。あ、封筒に。はい。何すかこれ。そうですね。2年前ほど、ザ・漫才の、ね、サーキットの前日に倒れてしまって、入院してして、まあ入院してしまい、そしてそこから、ね、毎日のようにパンツを洗って、持ってきて、履いて、そして、本当に、もうね、すいませんっていうか、もうこれからもお願いします。すいません。いい。そう、俺のせいで、これ、サンドリーできになってるからさ。
お互い様ね。でもいいやん。あ、そっか。いい関係だな、もう。あ、そうっすね。え本当に。いいのこれ。でもよかったね、今回結果出てな。あ、そうですね。はい。辛いこといっぱいあったけどな。そうです、ね。ありましたね。何これ、面白いか、今日。Stay Night Dreamer Live on air Sunday Night Dreamer。さあ、東京ハンドの JFN スタジオから、ふと松原ちゃんと、はい、はい、ね、アルコ&ピースちゃんでやってます。はい、はい、と。いろいろメールも来てますけども、はい、ニュース行くのかな？いいんですよね、メールで。はい。ラジオネーム需要もないのに勝手に供給。こんばんは、ふと松原に2年前に、総選挙で票を入れた251人のうちの一人です。ありがとうございます。この度、封筒松原さんが決勝に残ったと聞いて、我が子のことのように喜んでおります。わあ、嬉しいです。おい、アルコ&ピース、旬が過ぎたな。旬来てねえし、別に。旬って言われてる。こんな変わるの環境。変わりますこういう世界ですよ、本当に。怖いな。いや、変えてきますね、みんな。ですか。あ、そうですよ。そんな変わるもんな。まず俺見りゃ分かるだろ。封筒松原のこの手のひらの。いや、ひどいもんですよ。わかりやすいなぁ。あ、これどうしようかな。ちょっと迷うなぁ。迷う。まあ、ラジオネームエスロー FM 長野。有吉さん、封筒松原への呪いの件なんですが、はい、どうか見送るという形にできないでしょうか。封筒、うん、松原はアルコ&ピースとは違い、俺たちゲスナーの最後の砦で、いや、ゲスナーの星なんです。封筒松原への呪いだけは勘弁してもらえないでしょうか。ラジオネーム人情の向こう側は陰情。有吉大競争様、やはり恒例の呪いお願いいたします。これがなくては始まりません。お願いいたします。なかなか、まあ、2つのパターンがあります。意見が割れてますね。はい。でもまあね、まあ、ふときよしこですけどもね。はい、先生。ふときよしこ的に言いますとね、はい、まず言いたいのは、はい、アルコ&ピースちゃん。はい、はい、うん。今回ちょっと残念でしたね。そうですね、ちょっと残念でしたけど。来年ね。はい。来年。2014年。はい。はい、ワールドカップの年。あ、そうですね。うん、来年はね、仕事がね、非常に減ります。本当にやめてよ、もう。怖い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 。ただ気分悪くなるからなんだよ。本当に嫌だから、やめてくださいよ。本当に嫌。これはまあ、ちょっと余談ないけど、ね。余談じゃない。余談なんですか、これ。余談でもいいよ。ね、あとインフルエンザ気をつけなさい、さかちゃんは。え、さかちゃんインフルエンザ。インフルエンザなりやすい。なる。全般的に言われてるんだよ、季節から。ね、封筒松原ちゃんのことね。はい。ザ・漫才の封筒松原ちゃん。これ順位ね、はっきり言っとくね。はい。はい、12位。12位最下位じゃないですか、もう。12位最下位の付け方あるんですか。最下位ないでしょ。ないです。ないですよ、これ。3位までしかつかないんですよ。そうですね。ゼロ票ってことかな、じゃあ。ゼロ票ですか。ごめんね。うん、これ言っとくわ、12。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Sunday Night Dreamer. さあ、というわけでニュース、引き続き。はい。うん。続いてはこのニュース。ほら、ふと。いや、松原です。好きな女子アナランキング、うん、今年で10回目となる恒例の好きな女子アナウンサーランキングが発表されました。首位に選ばれたのは情報番組ヒルナンデス、うん、有吉ゼミなどに出演している有吉さんの元カノ三浦あさみアナウンサー、うん、昨年の4位から初の首位となり、うん、絶対王者として君臨していたフジテレビの加藤彩子、アナウンサーの加藤彩子アナウンサー加藤彩子さんに責められたいわじゃないのよ。違いました松原ちゃん、はい、ごめんなさい。加藤彩子アナウンサーの牙城を崩す結果となりました。
うん、そしてね。まあでもこれ半年に1回ぐらいやってるやつだからね。まあ特に変動する。1位、三浦麻美、うん。はい。2位、加藤綾子。3位、大江真理子。4位、生野陽子。有働由美子。滝川クリステル。竹内義恵。増田恵里奈。海斗愛子。夏目美久と。これがベスト10ですか。僕がだから関係ある、一緒に番組やって、まあ、関係を持った関係もまさに最初のだとまた書かれるからな。ネットニュースで書かれるのも、もう書かれるのも超平気だから。もう平気になっちゃったよもう。一緒仕事してんのが三浦さん、うん、1位の三浦さん、はいはい、まあ、4位の生野さん、うん、で今は10位の夏目さんぐらいですかね。あ、うーん、すごいな。なんだろうね、三浦さんの1位ね、おばさんが支持してんだろうね。だからぼっちゃりでこんな美人じゃないもんね。いや、おっきい。いや、かわいいじゃん。社会に比べりゃ、それは誰だって美人だよ。自分と比べてないですよ、別に。みんな綺麗ですよ、そしたら。自分と比べてはないですけどね。いや、かわいいです。一般的に見てもかわいいでしょ、だって。うん。社会さ、この10人の中だとさ、はい、誰が一番好きなの？うわー。ショーパンさん。あ、ショーパン好き。かわいいですね、はい。ちっちゃい人好きなんだ。あ、そうですね。ちょっとかわいらしい感じの方が。あと、じゃあ、フートちゃん。はい。僕、ほんと三浦さん好きなんですよ。あ、そう？はい。なんで？なんか、優しい感じするです。そんな美人じゃないからだろ？いや、そう、いや、美人だとは思いますよ、ほんとに。ほんとそうか。美人です、間違いないです。それ自分と比べてる。なんで僕自分と比べんすか。自分と比べてないし。まあみんな美人ですよ。それはそうじゃないですよね。うん。ふーとちゃん。はい。なんで、なんで、さっきから松原ちゃんのこと。ふーとちゃんって。もう。なに、ごめんね。ふーとのことばっかりじゃん。そうだな。松原ちゃんは？お姉、お姉の観点から。わ、加藤彩子さん。あ、加藤さん。加藤パン好き。はい。うん。どういうところ？あのね、前になんか BS かなんかで、なんかその番組の時に、なんかまああの、カツオいっぱい食べたら、あの自分の体からカツオの匂い出んのかみたいな感じで、で、あのなんか本番終わって、ちょっと匂わしてくださいって言って、この辺まで来て、匂い嗅いできたんで、これ変態女だなと。はい。はい。いいぞと思って。あ、合うんじゃないかなと思って。はい。そういう目で見た。なるほどね。はい。俺のランキング。おい、待ってましたね。いや、待ってましたじゃないよ。これまで黙ってるな、お前は。俺の好きなアナウンサー。おう。ね。聞かせてもらう。待って待って、リスナーも気になってますから。わかりました。ズバリ、平子さん。平子さんが好きな女子アナ、教えてください。夏目さん。あら、夏目さん、夏目さんどういうところがお好きですか？髪型、あの、いや好きですよ、可愛いじゃないですか、エキセントリックな感じで。だから坂井、お前夏目ちゃんみたいな髪型してんのか。してねえっすよ、俺。平子に気に入られようと思って。夏目ミクさんの髪型じゃないですよ、これ。ちょっと似てるじゃん、だって。似てないでしょ。髪質が。髪質も似てないですから、わかんないですけど。松原もちょっと髪型で集めちゃう髪型。なんで、それなんで、結構全然、平子さん気になる。なんで相方にハマろうとしてるんだろう。高井さんだけじゃない？それ。本当だ。高井さんハゲてるからさ。高井さんだけじゃない、ハゲてんの。結構これだけ言っててもみんな芸人ハゲてないって珍しくない？そうですね。今多いですからね。30超えててさ、高井さんだけがハゲてない。そうですか。まあ、三浦さんもな、喜んでましたよ。1位嬉しいですね。こういうのもまあ、たまに、まあ1位になりゃそれは嬉しいでしょうね。楽しいでしょうね。さあ続いてニュースいきましょう。はい、続いてはこのニュース。北島三郎、今年で紅白引退を発表。
演歌歌手の北島三郎さんが記者会見を開き、今年をもって NHK 紅白歌合戦を引退すると発表しました。サブちゃんは紅白50回のありがとうと同時に、一遍紅白に線を引いてみたい、一つの区切りと説明すると、歌は引退するつもりじゃないと歌手活動は継続すると強調。ちなみにサブちゃんは1963年に紅白に初出場し、これまで大トリを含むトリオ歴代2位となる12回も経験。今年で歴代最多出場の50回となる節目を迎えます。なるほどね。これ酒井ちゃんなんかありそうですね、一つ。僕ですか、うん、はい、ある。これやっぱり、北島三郎さんがやっぱり出ないっていうのは紅白じゃなくなっちゃいますよね。寂しいですよね。そんな年齢じゃないんですよ。そんな北島さんを楽しみにしてる年齢じゃないんですよ。いや、そんなことみんな楽しみにしてます、やっぱり。そう。やっぱ。いや、嘘、ガキの使い見てるタイプですよ。いやいや、気にしてはいますよ、ちゃんと。サブちゃんのこと？サブローさんはやっぱちゃんと気にしてますよ。サブローさんって言わない。サブローさんって言ってるのおかしいんだよな。あ、そう。はい。まあね、うん、そうか。でも、50回だもんな、すごいよな。いやー、すごいですね。すごい。ほんとすごいぜ、この人。平子はだって紅白出たことないだろ、はい、僕、で、それはないですよ、もちろん。うん、はい。そう、一回も出る前にもう引退になる。比べる対象は違うっていうかおかしいんですよね。そうか。でも、フーと松山今回でもザ・漫才で優勝したらこれ、可能性あるかもな。はい、いや、ないそうなのおそらく、ゼロに近いぐらいないですよ。歌出さない。ないですよ、別に、はい。別に去年も浜川出てないし。そうか、はい。じゃあ、俺らはもう絶対出れないのか。まあ、たまにね、まあ、芸人さんも、ね、歌出して出ることもありますけど、まあね、はい、応援団みたいな。応援団とかね。ああ、なるほど。そういう形じゃなく、ちゃんと、こう、北島三郎さん的な存在で、俺ら出れないのかねっていう。いや、それはちょっと厳しいかもしれないですね。はい、そうですね。はい。本当？いや、本当ですね。これはちょっと難しいですよ、あれさん、なんで？なんで疑ってんのか。わかるでしょ。出れないですね。どうやったって、やっぱり。可能性が。フート。はいはい。ちょっと祭り歌ってみろ、ちょっと。いけます。祭りだ、祭りだ、祭りだ。今宵祭りだ、うん、お前ちょっと難しいな。はい、すみません。松原。はい。まつりだ、まつりだ。だめだ、お前ふざけてる。ふざけてない。あんま大きい声出したら、でもな、また倒れちゃう。そう、いや、まあそんな、出れないでしょ、大丈夫です。さっき。まつりだ、まつりだ、まつりだ。今宵祭り。うんうんうん。あ、いいかもね。マジっすか、うん、サッカーよくやったんだけど。あ、星も聞いてました。何のかな、祭り、俺の祭りだ。祭りって言っちゃう。俺の祭りは。ダメな芸人だな、お前は。祭りじゃねえな。祭り忘れてますよみたいな。ないんだ。俺の祭り。ええ、いらんか。俺の祭り。俺の祭り。お前、どうせダメだろ。俺の祭り聞いてくださいよ。何言ってんすか。言ったけど、祭りだ、祭りだ。法然祭りだからな、さっきから。法然祭りって言ってんけど、言ったってみるんですか。もう、祭りだ、祭りだ、祭りだ。法然祭りだ、祭りだ。法然祭りだ。法然祭りだ、祭りだ、骨祭り。ちょっとちょっと、何これ、何ですかこれ。エグザイル。違う、エグザイル。全然違います。どんなダンスを踊るんですかこれ。ニュース以上。続いては何やるんだっけ。ニュース終わったら次、うん、メールをちょっと読んだりしようか。はい。ラジオ、ペルーサ、FM 群馬。僕はザ・漫才のジンクスを見つけました。
それはサプライズで決勝進出が発表された時に泣いたコンビが活躍をするという法則です。一昨年はハイハイの上田さん、はいはい、去年はアルコ&ピースの平子さんが泣いています、はいはい、今年はサプライズ発表で泣いたコンビはいなかったのですが、泣きそうになっていたレーザーラモンが活躍するのではないかと踏んでいます。あ、なるほど、それがある、うん、ありますね、あるかもしれないですね。泣かなかった。そうですね。泣かなかった。本当にサプライズだったんで、はい、びっくりが。びっくりしすぎて。はい、え？いや、泣いた方がだってテレビいっぱい映れるじゃん。いや、まあ、それやらしいから、ね。なかなかね、そうですね。はい、なんかちょっと。すぐやっぱり、泣けた方がいいんじゃない、平子みたいに。いやいや、僕別に演技でやったわけじゃないですからね。演技だと。お前なんか、お前今日あれだな、お前。何太陽に吠えるの頃の渡辺智美。なんでそんな。なんでそんな。デニム珍しいですか今。本当だ。ラガー。ラガー。なんでデニムディスられないといけないんだよ。イクエちゃんにちょっとメッセージ。榊原イクエさんにメッセージちょっと言ってくれよ。イクエ。まあ、ずっとね、何十年も連れ添ってきて、俳優生活なんかもね、一緒に、歩みながら支えてもらってますけども、本当に改めてね、一人じゃここまでやってこれなかったなっていうのが、僕の本音です。これからも、一緒に二人三脚で歩んでいこうと思います。以上、渡辺徹でした。いいね。いいねじゃないですか、もう。何やらせるんですか。ねえ。いいだろ、人のラジオって。それ人のラジオで。確かにね。無責任で何でもいいや。ラジオネーム、需要もないのに勝手に供給。有吉さん、尾崎豊は生前、こんなことを言っていました。弱い犬ほどよく吠えるって言うけど、何もしないよりはマシなんだぜ。おい、平子、これお前のことだろ。お前弱い犬だってさ。なんだよ。なんだよ。なんだお前それ。萩原流れさんのもう。もう何、誰かに仕立てんのやめてください。俺として扱ってくださ い。お前個性ねえからさ。そんなことねえよ。あるよ、個性。ちょっと、こっちで個性つけてやろうとして。ダメですよ。無理やり困っちゃうんだよ、お前と。絡んでても。俺としてやってくださいよ。何にもねえからさ。本当に参っちゃうな。さあ、酒井。はい。ちょっと面白いこと言ってくれ。ちょっと待ってくださいよ。何それ、何すかその、何すか面白いこと頼むよ。挽回しようよ、ザ・漫才で。もう、面白い、日本で一番面白くない芸人だっていうレッテル貼られたから。レッテル貼られてないでしょ、そんなの。レッテルは貼られてないですよ。ちょっと面白い。面白いことっすか、うん、あ、サッカーの日本代表。はい。組み合わせ。あ、決まりましたね。コスタリカとか。コロンビアですか、コロンビア、うん、はい、うん。あの辺、じゃあ日本代表メッセージちょっと、うん。日本代表の皆さん、ブラジルでも頑張ってよ。これです。なんでふざけたんだ。面白いこと言ってたんで、ちょっと。あれやってくれる、元気いっぱい酒井。いや、え曲またいい。いや、日本放送でやってる。やってて、元気いっぱい酒井ちゃんやんね。元気いっぱい酒井ちゃんよくね、やってんすよ。やってんだよ、ね。はい、コーナーがあって。はい、頭が弱い感じ。ちょっとそうですね。子供の。子供ですね。いや、よかった。いや、面白いっすよ。番組やりてえな。さあ、ということでね、サンデーナイトドリーマー、そろそろ、まあ、1時間経過ということなんですけども、ちょっとね、まあ、久々に、生きのいい若手が来てくださいましたんで、ちょっとノリノリのラジオになっちゃいました。やってましたね、ノリノリ。9時台はちょっと、真面目にちょっとお笑いのお話でもしていこうかなと。ああ、聞きたい人もね、いるでしょうからね。はい。漫才のこともありますはい。ちょっと8時台はちょっとこの、我々のお祭り騒ぎ、一緒に楽しんでいただけたかな。そうだったら嬉しいな、と。思ってるよ。祭り歌っただけじゃん。みんなで祭り歌っただけだよ。みんな楽しんでくれたから。そこ山でしょ。それはやっぱり、こうやってメールがね、
すぐ来るのがラジオの生のいいところで、ね、いいですね、うん、見てみよう、はいはい、ラジオネームゆわり、はい、全員での祭り感動しました。これでサブちゃんも心置きなく紅白を引退できますね。そうでしょ。本当にやっぱり楽しんでくれてるみたいな。本当にそういうところかな。いやいやね、工夫を FMC が、おい開こう。なんで俺なの？みんなで歌ったじゃん。4人で喋ってる。平子、はい、いつもの父ちゃん節はどうした？父ちゃん節やってねえよ、マジで。やめてくれよ、本当に。父ちゃん節。父ちゃん節って何だよ。やってないっすよ、父ちゃん節とか。ちょっと、リスナーのほら、みんな、リスナーが息子だろ？ああ父ちゃんなんかちょっと年末に向けて一言言ってやってくれよ。みんなはね、今ちょっと冬迎えて年末でバタバタ体も疲れてるだろうし、ほんで寒い季節になってきたからね、あのインフルエンザそれとノロウイルスとこれから流行ってくるから、で、手洗いうがい等忘れずに、みんなで楽しいね、年末迎えでまた来年元気な姿を見せていただきたいと思います。よろしく。以上、父ちゃんからでした。やってないよ、こんなの。こんなコーナーじゃない。やってない。俺、久々にお前あだ名つけてやる。なんすか。つまんない人間。いやいや、何回工夫して言ってくださいよ。え、人間ってつまんないっすか。芸人じゃなくて。人間だ。全然つまんない。誰今だ、どうすりゃいいのさ、父ちゃんからの一言ってさ。どうすりゃよかったの。なんだかなーじゃねえんだよ。なんだかなーって言ってない。書いたんじゃないんだから。あー、気分悪い。もうお別れ。9時台はお笑いの話みんなしましょう。はい、はい、お相手有吉弘行と封筒松原とアルコ&ピースでした。コーナーの聞ける方引き続き。2013年12月8日日曜日、時刻は夜9時を回りました。改めましてこんばんは、有吉弘行です。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお届けしておりますサンデーナイトドリーマー。さあ、来週行われるザ・漫才前夜祭ということで、アシスタントこちらお二人、封筒松原です。アルコ&ピースです。さあ、ということでね、まあ残念ながらアルコ&ピースさんはザ・漫才決勝には残れませんでしたけれども、はい、まあ当然ね、まあお笑い界の今ライブシーンのトップを言ってるお二人でございます。ライブシーン、そして封筒松原さん、なんと今回初めての決勝進出ということで、まあ本当にね、お笑いの今トップシーンに殴り込みをかけたという。そんな今本当新進気鋭のもう本当実力派漫才師コントグループのお二人で、はい、お二組でございます、はいはい、今日はちょっとね、だからもうそういう方をお迎えしておりますから、ちょっとお笑いのお話いっぱい聞きたいななんておじさん思ってます。おじさん、さあ、ということなんですが、まあ、だから、リスナーの方もちょっといろいろと疑問なんかございましたら、メールの方をね、うん、送ってください。メールテーマの方も、ザ・漫才という風になっておりますので、どしどし、お便りお待ちしております。メールは、有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください。www.jfn.jp/dreamer www.jfn.jp/dreamer です。はい、ということで、ね、まずは封筒松原さん、はい、まあザ・漫才決勝はありますけれども、はいはい、まあちょっと早いですけども、今年1年振り返ってどうでしたか。そうですね、今年僕的には別居しまして、封筒と、あら、そうなんですよ、聞いてないよ。あ、申し訳ない、申し訳ない、すいません、真っ先に報告するべきでした。ガーン、ガーンって、ガーンって、古いおじさんらしいな。はい、そうなんですよ。でね、まあ前々から封筒くんが一人暮らしをしたいなーって、うんうんうん、もう旅あるね、時間あるごとに言ってたんで、うんうんうん、何回か本当に、うん、でまあそろそろなんか、そうか、そういう時期かなと思って、でして、まあ、お別れして、若い
お別れしたんですね。お別れしたんです。お別れっていうわけでもない。トトさん、はい、なんでそんな松原ちゃんと一緒に住んでるの嫌になったの？いや別に嫌じゃないです。もう40手前のおじさんがね、まあね、もう一緒に住む、もう気持ちあるじゃないですか。旗から見るとね。客観的に見ると。よくまあそのあんまり一緒にいすぎてあんま喋、会話もあんまなくなってきたんで、これも良くないなと思う、コンビとして、はい、挨拶もなくなって、そうですね、まあ大きいのそれは変化だね。そうですね。でまあそれがいい風に出たのか、漫才も決勝まで行って、はい、まあすごい、その結果かわかんないですけど、はい、結婚はしないの？結婚はまだ今のところ、そうですね、まだ、まあ二人とも決めてない、はい。まあ、法律上の問題もあんのか。違う違う違う。何ですか、法律上の問題って。何ですか、コンビで結婚するって。我々男同士で結婚。じゃあ、そういうことで。違う違う。やっぱ相手は女性。そうです。もちろん女性です。そっち系じゃないんで、僕ら。松原ちゃんはその、はい、シリコンは、シリコン入れるの？いやいやいや。いや、入れない方向ですけど。入れない。今年こそ。入れたい入れたいって言ってましたよ、これ。いらないです。まあそんな一年だったという。なんシリコンで終わっちゃった。さあ、アルコ&ピーさん。はい。今年一年でも、ちょっと調子いい一年だったじゃないですか。まあ最後こそちょっと。そうですね。いろいろ出させてもらって、はい、まあ、コンテストも決勝の方は残らせていただいて、はい。ちょっとバタバタお仕事もいただけたような一年でしたね。ね、はい。まあまあ、でも、あれ、キングオブコント。はい。ですか。はい。あれが3位、2位、3位でした。いや、一応7位ですかね。一応その順位で言うとですけどね。まああれはちょっと大変だったんですか、結構問題が。いや、問題っていうか、まあ多少ね、苦情の方が来たっていうお話は聞いてますけども、面白くない。いや、面白くないっていうよりは、なんかその倫理的なことでなんかね、こう送ってきたらしいんですけども。面白いけどっていうことですね。ああ、なるほど。はい。あとは、あとはなんか目立った過程がまあまあ、そのさっきのその新人演芸大賞の決勝も一応ね、残させていただいて。まあ結構そうですね、忙しかったですね。そうですね、いろんな。はい、ありがたいことも。うん。まあ今こう、まあ、そう1年頑張ってきて、はい。今、現在、今日12月8日、現在、どうですか、気分は。気分さっきまでちょっと良かったんですけどね、うん、そうですね、別に、はい、はい、やれ個性ねえだのつまんない人間だのって言われたらそりゃまあ、うん、面白くはないですよね。12月8日時点ではちょっとあんまり、はい、うん、虫の居所は悪い。まあちょっと良くはないですね。これはちょっとじゃあもう挽回してもらうしかないですね。挽回の方法ですか？挽回ですか？そんなに虫の居所が悪いんだったら、やっぱ我々は芸人ですから、はい、その殴り合いで決めるわけでもないですから、はい、これちょうどメールも来てますし、はい、ラジオネーム、夜嫌い、親構成。おい、開こう。個性がないなら作ればいい。今こそ渾身の、うん、デニムシャツギャグをやってみる。デニムシャツ。いきますか。召されてますね。頼みますよ。いやー、破れない、破れない、頑丈頑丈デニムシャツ、どうもちょっとね、ちょっと困るんですよ。あのね。桃太郎さんの二人さんになったんで、あ、そうだ。ちょっと DVD にするときちょっと一緒に。なるんですか？それ、見据えてたんですか？カメラどこにもないけど。チャンス逃したな。もう、つまらない人間返上できませんでしたね。いや、今の、とっさにしては、なおや、いいと思う。まだありましたね。大丈夫、バスケットカウント。おい、開こう。何したんだよ。父ちゃん。父ちゃん。1時間聞いてたけど、がっかりだよ。FM にビビってんじゃねえよ。オールナイトニッポンゼロでやってるみたいに気に食わない奴には肩パンをしろよ。つまんないって言われたんだぞ。そっか。まあ、恒例でね、ちょっと肩パンっていうのも流れがあるけど。スタッフだろうが誰だろうが肩パンでね。ちょっと一回ブレイクします。はい。変な感じじゃないですか。さあね、ちょっといろいろメール来ております。
肩パンの件もありましたけど、ちょっと、サッカーに肩パン。なんで僕が肩パンされなきゃいけないんですか。とりあえず処理しとくの。いってよし。よしじゃないっすよ。さっきああいう切り方やめてください、俺。何なんですか、肩パンってなんか放送禁止なのかなって一瞬思って。AM と FM 違うのかな。そう。昼違うんだなと思って。ちょっと青染めちゃった。肩パンね。片平パン子さんのこと。略した片パン。ラジオネームイクビ、FM 滋賀。いやー、傑作だ。毎週 AM だと偉そうに王様気取ってやがる平子が、本物の独裁者の前じゃ ED みたいになりやがる。ED? 笑っちまうぜ。ふと松原を安定の低空飛行でいいじゃん。誰が安定して飛行とは。だから、こんな人じゃ、ああ、人気ないですよ。まあ、ザ・漫才でね、いろんな結果出してくれれば、またグッとね。あ、最後、そうです、ね。はい。あと、ラジオに恋する金玉。FM 福井。平子さんに。これ、疲れたよ。疲れちゃったよ。いじらなきゃいじらないでさ、おいって言ってくる。いや、いじられたらいじられた文句なんだ。文句しか言ってこない。平子さんにお笑いについて真面目なアドバイス。おはいはいはい。平子、よく聞けよ。はい、さっきの父ちゃん節のやつでもそうだったんだけど、シュールで笑いが取れないと、もうそれはただのつまらないになってしまうんだよ。残念だけどこれが今の平子なんだよ。いや俺もだから9時10時の間かな、すげえ反省したわ。普通のことただ淡々と述べるだけだから。シュールで笑い取ってる人はそこの一つまみなんかね、あるんだよね。そう、やっぱりね。それが難しいんだよな。難しいな。なかなかできるもんじゃないよ。でもな、やっぱりこれは今、まあそういう時期なんだよ。時期。はい、時期。そういう、まあそういうなんか運の持ち回りというかね、ちょっと12月はちょっとついてない時期だった。ないのね。今ノリに乗ってる封筒松原。はい。封筒なんか今もうすごいよ。そうなんですか。何言わしたら、もう何でもやらしたら今全部バシバシ決まる。できちゃう。できちゃうのかな。これ、あれ、ちょっとあれ、一言くれ。一言。一言欲しい。一言はい。今回残念ながら女子アナランキング1位から2位になった加藤彩子さん、はい、加藤パンさんに励ましの言葉をかけてあげてほしい。面白い、ね。2位でもやれるよ。なんで？いや。やばいね、こういうノリに乗ってる時ってさ、なんでもないことでもやっぱ面白く聞こえてくるんだよ。クソみたいなつまらさですよ。手汗も。武藤さんのためになんないよ。なんなんだ、酒井。そんな反抗的な。なんだ、酒井、そんな反抗的な。今の全然ダメじゃないですか、だって。なんでだよ。全然ダメでしょ、今、武藤さん。言えるのか、じゃあ、お前。言いましょうか、じゃあ。じゃあ、新日本プロレス。はい。新日本プロレスにちょっと喧嘩売ってくれ。おい！新日！俺がな、受けてたってやるよ！バカ野郎！今、スタジオの前に通ってた女の人が全然笑ってない。全然笑ってない。お前の新日本に。全日の人来てんのかなって。全然だろ、お前ら。難しいっすよ。ほんとだ、お前らもういい加減してくれよ、ほんとに。最低だろ、ほんとに。こんな行こう、一回。リスナーの方が面白いから。お前らより。いいか。強く否定はできないです。ねえ、稀勢の里のコーナーです。はい。日本人横綱誕生の期待がかかる稀勢の里。このコーナーでは稀勢の里のいろんな取り組みとその決まり手を募集しています。はい。まあ、全然面白くないコーナーでございます。あとはもうアシスタントの力量ですよね。あ、なるほど。受け方次第でやっぱ面白くなったりしますから。お願いしますね、これ。もう多分今回でこれラストでございます。じゃあまずこれ、順番にじゃあ処理してくださいね。はい、ある子、ふうとね。いきますよ。ラジオネーム、根は真面目。稀勢の里対、ゲップ出ちゃった。セリゲーションね。アメリカだとちょっと。あ、ふうとの、いいぞ、松原。すいません。稀勢の里対、ドッジボールの強い小学生。お腹に顔をかき、顔面セーフで、稀勢の里の勝ち。
まあまああれ状況もう一回言ってもらっていいですか。聞いとけよ。なんだお前。絵面が全然浮かばなかったと思う。はいはい。ラジオネームもうあれが理想だからね。はい。高田文夫先生みたいな。はい。たけしさんとやってる時の、うん、何でも面白くしちゃうみたいな。ああ。ラジオネームハマトラ。稀勢の里対白鵬。通算対戦成績が9勝32敗のため、だいたい4回に1回くらいは、稀勢の里の勝ち。まあ、大したもんだよね。大したもんね。うん。打率にしたら、うん。いいよね。いい、いい。すごくいい。佐野結構、コツコツいって。うん。あだって、そんだけ対戦してんでしょ。うん。ね。偉いじゃん、そんな。偉い本当に。うん。いいの？いいの？尺はあったけど。なんで平子お前なんかずっと反抗的になって。いや、いいなって今よ、そんなによ、よくはなかったような気がするんだよ。全日本プロレスにちょっと、それ何なんすか乗り込んで、一言くれよ。全日弱小軍団、冗談じゃないぞ。挑戦状全然お前、受けてこないじゃないか。体で来い。俺たちプロレスラーなんだから、お前全力で来いよ、バカ野郎。ぶるってんじゃねえぞ。返事待ってるぞ、バカ野郎。何なんすか、これ。こっちの自由だよ、お前。お前さっき反省したばっかりじゃねえか、お前。面白いスパイス入れてますね。そっか、俺、本当に、本当に言った感じで。プロレスラーね。いや、むずい、スパイスも難しいな。いや、もう、はい、いや、これでゴルゴ31。このコーナー。うん稀勢の里対銀座久兵衛、うん、来店早々から頭に巻き寿司を持っているので稀勢の里の勝ち。ちょっと待って状況浮かばねえ。もう一回読んで。頭に巻き寿司持っているので、頭に巻き寿司を持っているのでそれ何それ、メール悪いわこれ。何すかこのコーナー。メール悪いわって言っちゃうわよ。頭に巻き寿司を持っているのでって何すか。書いてあるんだよ。わかんねえなそれ。あ、わかった、曲げのことか。あ、そういうことか。それ巻き寿司って言ったんだ。あ、そっかそっか。気づきのダメよ。はい、行くよ。ラジオにワーギナマイク。稀勢の里対菅健太くん、これからの伸びしろで稀勢の里の勝ち。まあ、そうですね。まあ、だからでも、うん、稀勢の里、うん、まあ伸びしろあるけど、うん、なんだろう。もう一人の人誰だっけ。稀勢健太くん。健太くん、菅健太くん。あ、菅健太くん。あ、そうだ、菅健太くん。菅健太くん、合体してちょっと、テンパりすぎて合体しちゃった。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。すいません。ちょっとすんなさい。もうクズばっかやねん。行くぞ。どうした？ラジオの夜嫌いの夜行性。稀勢の里対下北沢。回しは古着屋では売っていないので、稀勢の里の勝ち。意外とでも、あの、坂区だったとこのシカゴの奥の方に、あそこのね、和のコーナーにちょっと、ありがちな雰囲気ありますけどね。貸したらあるかもしんないですよ。可能性にかけてみましょう。で、あれだよね。なんか、ね、一つちょっとね。いや、ちょい一個あってもいいんじゃないですか、ね、普通に乗られるとさらってない。下北の話してるから楽しそうだね。シカゴのほら、ちょっと向かいの方の王将の。はいはいはい。王将があった。王将の、右斜め前のほら、沖縄料理の。ああ、ありますね。ね、はいはいはい。知念里奈ちゃんの親戚の。そうなんですか。すげえ盛り上がってんだ、この話。小さいけどなんかね、味のある感じのお店です、ね。で、その沖縄料理のちょっと裏手の方が、うん、昔日村さんが住んでたんだよ。バガリズムとかと。一緒に住んでたんだ。そうなんだ。で、その、もういいわ。いいっすわ、下北。もういいっすね。でいいと普通に。いいな、これは。ラジオネーム希望の船。稀勢の里対河合俊一。何をしても稀勢の里の勝ち。いや、まあ、何をしても。まあ、まあ、稀勢の里万能って言われてるから、身体能力がね。まあね、万能の神でしょって。多分なんか、あゆえを書いても。お前ら本当に決勝残ってる。いやいやいや、ごめんなさい。クソかよ。クソっていう言い方やめて。クソはやめてください。クソはそうだよ。お前ら本当はあれだ、優しいやめていい勝負だぞ。どういうリアクションしていいかわかんない。ラジオネーム夜嫌いの役をせ。稀勢の里対タクシー運転手。うん、酒は飲んでも飲まれず、きっ
ちんとお金を支払い、規制の里の勝ち。いやー、年末にそこまでなかなかできる人いない。なかなか。今いない。うん。飲んじゃうから、やっぱり。飲んじゃう。うん。不祥事も起こしちゃうから。起こしちゃうけど。坂井ちゃん、元気いっぱい坂井ちゃん。元気いっぱい坂井ちゃんなんでやらすんですか、今のタイミングで。元気いっぱい平子ちゃんはどうかな元気いっぱい平子ちゃん声が悪いんだよ、ね、声が悪い。声が悪いって。もうどうしようもないじゃん。お前声が笑えないんだよ。なに、じゃあ、いや、いいよ、高く喋るから、じゃあ。面白い声で喋ってみな。え、じゃあ、高めに喋る。お前低いんだ、声が。確かにこもるとこあるんですよ。こんぐらいでどうですか、聞きやすいですか、お笑いとして。そう、だちょっとこもっちゃうし、はい、東北なまりがあるから、ちょっとあの、朴とつな、純朴な青年だと思っちゃうから、笑えないのよ。おかしなこと言っても、あ、これはあの、本当に間違えちゃってるのかなってこっちは思っちゃうのよ。なるほどね。じゃあ、こんぐらいだとちょっと聞きやすいお笑いとして。もっと上げてみな。もっと？そう。こんぐらいですか？うん、それでちょっと黙って。どうも、アルコ&ピースの平子ゆきです。大丈夫？いや、それぐらいの方がいいよ。気のいいおじさんっぽく。あ、ですか？うん。じゃあ、こんな感じでちょっと、うん、とつきやすい感じですかね。うん、そっちの方がいい。あ、じゃあ、これでお届けしていきましょう。だから無理だろ、そっちの方が。僕ももうちょっと高くした方がいいですか？お前、うん、それやってみな。どうもー、アルコ&ピースの坂井健太です。平子ゆきです。お願いします。吉村まりです。言ってみな。え？吉村まりです。吉村まりでーす。うんうん、いいね。くすだえりこです。くすだえりこです。うん。全然良くないでしょ、これ。以上、くすだえりこです。コーナーでした。Day Night Dreamer Live on Air.さあ、東京半蔵門からお送りしてますサンデーナイトドリーマーですけども、今日メールテーマザ漫才ということでね、お待ちしております。ラジオの JB 散歩、裸の王様平子てめえさっきそれ面白いかって俯瞰で突っ込んでたよな。面白くすんのお前だろうが。何様だゲロムシ。ゲロムシ。メールテーマザ漫才。こっちの声しか大丈夫やね。いやー申し訳ない。申し訳ない。そうそう、あ、いいですね。かわいいよ。ひらこっち猛省、うん。許して。いいよ。ごめんなさい。うん、次頑張ります。うん、ラジオネームネズミ後輩。おい、エラコ。負け犬のくせに決勝に出場するフート松葉より目立ってんじゃねえよ。お前もしかして天狗になってんじゃねえだろうな。私、隅の方で、もうひっそりとさせていただきますんで、残り時間どうぞね、皆さんでお楽しみいただきたいと思います。失礼しました。キャラクターも買ってきちゃった。いやいや、騙しやす系神、FM 宮崎。ひらこ、お前おでんの具、何が入ってたら嬉しい？あのね、卵とハンペンと大根。大根はマスト。めっちゃ元気面白くなっちゃった。どこがですか？どこがですか？そういうもんだよ。ちょっとしたことだからな、お笑いっていうのは。ニュアンスをちょっと変えるだけ。好感が持てる。あ、プライド捨てられるのかどうかよ。かわいい。かわいいよな。あとはね、ラジオネームエスロー FM 長野。僕のザ漫才の楽しみ方、うん、次の日にクラスメイトと話すため録画をして何度も見ること。僕はこのぐらいのチャンスがないとクラスメイトと喋れないので徹夜をしてネタを覚えるぐらいまで見てます。こんな真剣に、いやーすごいですね。見てくれてる人いるからね、ありがたいですね。一生懸命やった方がいいんじゃないですか。一生懸命、はい、いつも一生懸命やってます。もちろんやります。はい。じゃあなんかチンピラの立ち話みたいなことやってるから。チンピラじゃないでしょ僕ら、はい。ダウンタウンさんのまあそのねおっしゃってたのはまあもちろんまあ。六大事やつさんが。はいはいはい。痛烈でしたかじゃあ今のちょっと。いや。痛烈痛烈のところ。お願いします本当に。ラジオで来たべ。封筒松原のお二人にお願いです。はい。このラジオは地方のネット局が多く、ザ漫才を見れないリスナーもたくさんいるので、はい、本番でやるネタの一番面白いところをやってください。できるわけないでしょ。なんで？できるわけないそんな。じゃあさ、はい。
雰囲気だけ伝えたいからさ、決勝とかでやらないネタちょっとさ、今ちょっといい、はい、2分ぐらいある。え、本当ですか？それは。何ですか？何ですか？言葉つけ、付け足すとか。うん、ああ、はい。いい？はい。じゃあちょっと、じゃあ、ふーと松原のお二人です。どうぞ。どうもー、ふーと松原です。どうもあ、はい、お願いします。いやね、こうやっぱ芸人ってね、こうパッと言われてパッと返せた方がいいと思うのね。あー、はい、はい。だからね。3人やってる。うん。だからまあ、俺が今から振りとかを大事に、はいはい、パッと答えていってほしいの、ね。うん、答えれますよ。あ、これも。まあ、ちょっとお客さんがちょっとうるさいですけどもね。まあ、まあいいです。ただ期待には応えれませんけどね。まあ、そんなんどうでもいいんだけどもね。はい。じゃあ行きますよ。はい。フリーマーケットに行って、え、うん、これが100円で売ってるの？安い。何が売っていた？千円札。これ安いね。安い。うん。まあ、間違いなく。100円。あ、そうかと思わなかったでしょ、間違って。物だと思うでしょ、それは。はい。総評じゃないですね。大したもんだ。じゃあ次。発想の勝利。次行くよ。はい、はい、はい。うん。13日の金曜日は。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。いやいや、いや、だい、ほんとだ。まだ続きがあるんですけど。うわぁジェイソンだぁ、あれさ、あれさ、熱、いやいや、なんすね。ネズミかぁ。ネズミカーズ。ポポ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 ネズミ先輩、えポポ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 、もういいよ、どうもありがとうございました。ちょっと何すか、何すかこれ、何すか、こんなネタじゃないですよ。面白かってない、どちらかりますよ、そりゃ4人ガンガン喋りかけられたら、そりゃ曲行こう。はい、では僕の大好きな曲、クイーンでボヘミアンラプソディ。さあ、東京半蔵の JFN スタジオからジュリアナ東京。え、番組名みたいな。アシスタント不動松原とアルコ&ピースがお届けしているサンデーナイトドリーマー。うん。さあ、今回ね、せっかくまあ4人ね、まあ賞レースを経験した、はい、まあ今から経験する風と松原もいますんで、はい、ちょっといろいろと、はい、ザ漫才とかね、お笑いのことについていろいろみんなから疑問来てますので、ちょっと、はい、解決してってくださいということでございます、うん、はい、さあ、ラジオネーム、あの、太木よしこの人生相談っていうコーナーがあったんですけども、はい、さっき言っちゃったね。はい、はい、すいませんけど、こちらの方でラジオの汚いお尻フェチ、風と松原さん質問です。はい、はい、土田派になってから運気が上がったそうですね。どのようなご利益がありましたか？そうですね、もうめっきり、まあ、土田さん、派っていう。僕は違いますけど。まあまあ。まあ、フートはな。フートはもう誰も。フートじゃないです。あ、ごめんなさい。松原です。はい。松原はほら、もう一人ぼっちだから。一緒。そうな、一緒？うん。フートだけだから、友達。いや、俺そんなことないだ。お前は関係ないんだよ、だから。関係ない。お前は関係ない。あ、わかりました。じゃあ一人ぼっちだから。あ、わかりました。はい。フート。はい。どう？いや、まあ、その、福岡で、うん、はい、その、ロケの番組いただいたり、はい。内村さんの番組。はい。まあ、それを崩して、まあ、その、福岡のイベントの、これ、はい、土田さんは喜んでくれたんじゃない？相当。いやそうですね、うん、喜んでいた。なんて言ってくれた？まあ、はい、優勝目指して頑張れよっていう、うん、はい、一言。ちゃんと土田さんっぽく言って、その時のテンションで。難しいな。メールだったんで、あれですけど、多分ですけど、僕テンションは、ふと、よかったな、優勝を目指して頑張れよ。そんなつまんないっけ。いやいやいや、そんなつまんないこと言った。もっと面白いこと言っただろ、土田さん。はい。本当はもっと面白いこと言ってくれただろ。面白いこと、うん、そんな感じだった？まあ、そのメールだったんですけど、どういうテンションだったかは、はい。おかしいな。わかんないです。申し訳ないです。土屋さん、すいません。なんか。あ、おかしいな、なんか。ラジオのケチャップパーティー、FM 群馬。AM のラジオこと、平子様も、FM におめおめやってきたと思ったら、こんなざまか。おい、平子。はい。今すぐその脱製デニムに刺繍で、負け犬と書いて、それを着て、ハンドーモンで、切腹しろ。切腹？いや、やらせていただきたいのは山々なんですけどね。いつまでやってんだ、バカ野郎。なんだ、なんだ、言ってくれるんじゃないですか。バカ野郎か、お前。いつまでそんな情けないことやってんだ、お前。お前、俺自身ちょっと気に入り始めたんだけど。
来てるぞ、だってお前。ラジオネーム、アブルセト。はい。FM 岡山。いやー、切腹は堪忍ですわ。今この時期に。はい。俺は悔しい。あれ？お前はラジオの神になれる男だ。なのに、わけの分かってない有吉とかいう底辺ラジオのパーソナリティに、ボロカス言われる、なんで黙ってるんだ。お前の最強ギャグ、アクセルホッパーのモノマネやってくれよ。目が覚めたわ、目が覚めた。目が覚めたわ。おい。暗い有吉さん。ポンポンスポポン、ポンスポン、ポンポンポンスポポン、ポンポポン、ポンポンスポポン、ポンスポン、サタデーナイトにまた会おう。どうだ、暗ったか有吉さん。なかなかやるな。なかなかやるなじゃないですよ。すげえな、お前。安田さん以来だ、すげえ。すげえだよ、お前。なかなかやるな。身近にいたな。ちょっと、見直したぞ。今のこと。よかった。なんか、はい、お前できんのか、アクセルホッパーできる。一応僕もだからやってますからね、キングですよ僕も。また生意気な顔しやがって、できねえくせに。ポンポンスポポン、ポンスポンポン、ポンポンスポポン、バカテンポ、ポンポンスポポン、ポンスポンポン、ポンポンポポポン、ポンスポン。これそうです、これはみんなでやろう。せーの、ポンポンスポポン、ポンスポンポン、ポンポンスポポン、バカテンポ、ポンポンスポポン、ポンスポンポン、サタデーナイトにまた会おう。まさっきといい声だな。これが底辺ラジオ。底辺ラジオですか、これが。なるほど。気に入ったやつはみんなでやる。ラジオネーム、星の王子様、FM 宮崎。有吉さん、私は4月から熊本に進学したいと思っています。そう、サンドリを1週間で打ち切りにしたあの熊本です。なんか寂しいですね。おい、アルコ&ピース。はい。みんな、フーと松原を応援してるみたいだけど、俺だけはお前らの味方だからな。俺にも味方はいない。今度宮崎の居酒屋で語ろうや。なんで宮崎なの。結構なんかすんな。優しいやついるやん。いや、いいっすね。ありがとう。優しい。よかった。落ちた時、ダメだった時さ、今回。いけると思ってたろ、でもどっかで。ちょっと、まあ、そうっすね。最悪ワイルドカードは残るかなって思いましたね。それでもう、ワイルドカードにも引っかかるね。20? ない?ちょっと20以下ってことですね。はい。正直どうだった？正直残ると思いました、うん、はい。で、ダメだったじゃん。ダメだ、はい。怒った俺、胃が動かなくなって2日間寝込んだんですよ。仕事休んじゃって。そう。え、マジで？はい。あ、入ってた仕事も休まなきゃいけないぐらいの。ぐらいに、胃が動かなくなって、ショックで。強がってたら。それなんでお前、俺にちょっと一本連絡よこさなかったんだ、そんな事件。あ、すいません。なんかちょっと、いや、そんな、自分のことであんまりね、そんなマイナスのことで連絡もあんまり。いや、おかゆでも持ってってやったのに。え？本当ですか？あれさん、おかゆ持ってきてくれたんですか？あら、優しい。これはちょっと。結構バタバタしてるでしょ。合間の。じゃあ、酒井も、じゃあ、それ、酒井はどうしたの？あの、ラジオだったんですけど、僕と、その、アシスタントの女の子と一緒に。はい。僕は全然あれですけど、はい。お前そう、え、アシスタントの女の子と二人だったのか。いや、はい、そうですけど、はい。その時さ、いつもはいる平子がいないからさ、はい、なんかちょっとチャンスだな、みたいなところなかったか。まあ、全くないか。全くないって言ったら嘘です。はい、多少はやっぱりチャンスだなっていう。あら。思ってます。今もですし。今もチャンスだと思ってます。今逃しかけてますけど、今ね。今この現状まだ、まだ失敗あるよ。まだ。その女の子と、なんか、特別なことなかっただろうな、その日。いや、なんもないですよ。ちゃんとやって終わりましたよ、ちゃんと。でも、平子がいない分、すごい、なんかちょっと、強気でやったんじゃない？いや、そんなことない、そんなことないですよ。ちょっとだけそういう、ニュアンスも、平子さんっぽいニュアンスもちょっと入れて。はい、俺も一人でもうこれぐらいできるんだぞっていうところ。そういうのもちょっと見せていかないと。はい。女の子どんな顔してた？なんか、ちょっと、苦虫。失敗してんだよ、危なかったな。恋愛禁止だからな。はい。ラジオネーム、朱印で息切れ。これわかりますね。よくわかるよね。はい、朱印で息切れ。はい。FM 長野。おい、平子。
つまんない人間って言われたままでいいのか、芸人として恥ずかしくないのか、俺たちのマシンガンズ西堀さんは笑いのためにティッシュを食べるぐらい平気なんだぞ。西堀さん、ご愁傷様です。死んだ。何食べるんだよ、これ。俺への振りじゃなかった。なんかやれかと思ったよ。弔いのメールだった。ラジオネーム北別府。平子さんにお聞きしたいことがあります。朝起きたら、昨日まで元気だったお母さんが、一体どうなった？より美味しいご飯を栄養素を考えながら作ってくださり。うるさいな。あれなんで？うるさいな。テンション上げればよかったわけじゃないんだ。あれ今みたいな好きじゃなかったでしたっけ？時間考えてよ。ねえ。あれさ、今みたいな一番好きじゃないでしょう。これほら、平子さんラップ作りました。え、あ、ラップ？まあ、俺が読む。はい、お願いします。はい。よ、よ、へ、は、旬が過ぎた落ちぶれ芸人、威張りすぎの嫌われ芸人、AM の方じゃラジオの王様、滑ってばっかで本当に無様、ザ漫才、今年は敗退、つまらなすぎて今年で引退、人気もねえし、個性もねえし、今夜もソープでまんぐり返し。すげえな。いや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 。すげえな。読めたな、ちゃんと。このね、永久ラブソングの、このリリックと、あと、俺もなんか歌うスキルもね。バチッとな。そんな平子さんに応援のメッセージ。汚いお尻フェチ。私は平子が嫌いです。アルコ&ピースのネタも平子が書いているので嫌いです。平子の嫁も嫌い。平子のガキも嫌い。以上。ブレイクショット。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.com/dreamer. Sunday Night Dreamer. さあ最後、替え歌です。なんか、いい歌ですね。なんか、今年一年、ありがとうって伝えたい人、皆さん一人ずつ教えてください。まゆみ。おい、一番に言うの、何落ちよう拒否したんだ、お前。許さないよ。何落ち忘れちゃった。渡辺徹みたいな顔しやがってよ。中止だ、中止や。やめてください。ラジオネーム、スリープ。マジキモいって言われたくて、女子高生見つめる謎。わかりますね、これ。おじさんになればなるほどわかるね。そうですね。ちょっとわかるね。なんかたまに昔いたじゃん、なんかコートの下裸でおちんちん見せちゃうおじさん。あれはそろそろ分かってこない、なんか気持ちはね。ね、どっか。なんか。それをやっぱ俺素人ではやんないけどさ、風俗とかでちょっとやっぱり実践したりするもんね、やっぱりおじさんたちも。なんかしみじみ、え、ちょっと僕は、そうなんです、はい。風俗で実践とかをちょっとやってらっしゃるんですね。あれ、お呼び出ない。出ました。大丈夫。ラジオネーム気持ち。FM なのよ、これ。強いから。ラジオネーム気持ち。半年前から無職。親父も今日から無職。悲しい。酒井んちがそうか。違いますよ。違いますよ。働いてますよ、ちゃんと。お前。ラジオネーム夜嫌いの夜行性。シャランキューになりすましても、誰一人見向きもしねえ。そんなことないでしょ。なりすましてんだから。誰なんですか。ラジオネームかりんとう。
金メダルもらえなくて篠原怒ってるけど懐かしいですね。古いなぁ。古いですね。ドイエの、ドイエですね。ドイエ。対戦相手ドイエ選手。あれそうだ。だラジオネーム満腹亭稲荷。おっきいねって言われたくてポコチン晴れさすけど晴れさすどの手段でこれちょっとわかんないでもいや晴れさすまあまあ大きいねって言われたまあねそれは言われたいですけどね、うん、なんかでもあの高校生ぐらいの時ほらおしょんべんする時さ、うんはい、ちょっとやっぱちょっと半勃起ぐらいにさせてあーあーねえ、ちょっと大きく見せたりして。そうですね。温泉とかも、ね。そうですね。うん、ねえ、うん。ありますね。やったでしょ、うん、はい、うん。微妙に立たせるのが難しいんですよね、想像も。うん、そうですね。バチーンと勃起しちゃって終わりだから。もう完全チンガチンガチン。これでもう歩いたらもうやばいですすっげえいじりすぎてさ、本当に腫れた時なかった？ああ。バイキン入っちゃって。ああ、でも中学校であったな。ああ、若い時ね、そうでしたね。え？僕、ちょっとないです。わかんない。ない。え？僕もわかんないです。あ、俺会っちゃった。俺もありました。あるよな。俺もありました。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 は？え？半勃起させて。ちょっと半勃起させて。あとでいいから。ラジオネーム。半勃起になったら手挙げて。ラジオネーム、ひろき。小籠包。いや、さっき、その、ゆったり座れない。いや、半勃起って難しいじゃないですか。絶対起きさせちゃダメよ。ラジオネームひろき小籠包ってよく見てみると誰かの金玉みたいいや食べにくいちょっと芯強すぎたから金玉で半分気なんないなんないですよラジオネームひろきドーベルマンに噛んだうの噛むように調教する。助かりますね。助かるって何ですか神田うののパンティーストッキング。ああ、悪くないです。ちょっと今。さっか。ちょっと、はい、大丈夫かちょっと、はい、今エロいこと考えて。はい、いや、すごいな。本番中に。ラジオの小持ち騒がに。住職を目指してます。未亡人狙っています。最悪なポーズ。AV の見過ぎじゃん。あれはポーズ。ダメダメそれ。未亡人。未亡人いいっすね。未亡人。ラジオネームザって。ありがとうって伝えたくて風俗場に貸し折り律儀ですねそれちゃんとしてるよお風俗場 あれあ手挙げたちょっとごめんなさい半々ぐらいですけど、うん、今風俗場っていうのちょっとあらあらあらあ らじゃあ風藤さん、はい、ちょっと触って確認してください出すわけにいかないですから、はい本当に立ってる。本当に半元気いっぱい酒井ちゃんちょうだい。元気いっぱい酒井ちゃん。バカ野郎。Sunday night dreamer live on air。さあさあということで。もうお別れなんですよ。はい。あっという間で。はい。来週替え歌
ラストなのかな、替え歌ラストになるかなということでね、2013年のヒットチャート1位だった恋するフォーチュンクッキー、うんうん、2回目になるかもしれないですけど、うん、これやっときましょう。じゃあ1位ですからね、うん、恋するフォーチュンクッキーですね、はい、うん、お願いいたしますということで、さあ、ふと松原、来週、はい、ザ・漫才ですね。はい。はい。決勝頑張ってください。ありがとうございます。ということで。アルコ&ピースは、はい、ザ・漫才はないので、もう仕事を収めて、いやいや、まだまだまだやりますか、なんかやりますね。まだあります。何かしらありますね。何かやります、はい、という感じですね。ラジオネーム、ジェニファー・コダマ、FM 鹿児島。ナリュさん、全員でのアクセルホッパー、感動しました。なんでこれで明日から学校頑張れそうです。感動すんの、みんなでやる。ラジオネーム、モンセ。FM 岡山、有吉さん、さっき全員でのアクセルホッパーのモノマネ、不覚にも涙出ました。5人のコンビネーション最高。キングオブコント優勝できますよ。ラジオのケイトロ、ひらこ、底辺ラジオの村長有吉だけどな、あいつお前の鉄板ギャグやられたらやり返す、まんぐり返したをこのラジオでパクったことがあるぞ。あれたまたまだ。背中折ってますね。ラジオネーム、イエスモーモー。クソ面白くない芸人たちが集まって、アクセルホッパーのモノマネをして、ハンボッキしてチンコを触る。今日、偶然ラジオを聞いた奴ら、これが底辺ラジオだ。それだけ聞いたら本当底辺ですよ。ラジオネーム三平。おい、ひらこ。はい。チンコ立ててんじゃねえよ。よくわかったね。俺絶対俺に振り来ると思って俺も考えてたんだよ。赤野郎、全部バレてんだな。そっか、いい加減しなさいよ。さあ、お久しぶりでしたけども、はい。ふと松原さん、いかがでしたか？いやー、楽しかったです。楽しかったです。はい。ね、いやー、まあ、もっと頑張んなきゃいけないなと、うん、本当に、はい。ちょっとね、このラジオでは人気がないんで、メールがあんまり届かないんで、ね。そうですね。そうですね。ちょっと、どうしても。ちょっと、どうしても聞いちゃうんです、ね。まあ、ザ・マンザでも決勝で頑張れば。あ、本当ですか。はい。頑張ります。はい。増えますから。はい。はい。まあ、12位なんですけどね。12位ってないんで、3位までしか出ないんで。すいませんけど。いやいや、もう、まあ、もうちょっと頑張りたいですね。もうちょっと頑張ってほしいけど、まあ12位は12位になる。ただ12位になるのはやっぱ頑張り見せた。そうなの。まあそうですね。頑張り。まあいい。それは約束してほしい。ふてくせれな、はい、ふてくされないでほしい。12位だからって。まあまあ、もちろんそれが実力だから。全力でやってほしい、ちゃんと。わかりました。いや、もうそれやりますよ、それ。全力でやって、12位。12位になるんだからなって手抜かないでほしい。いやいや、そらそう、はい、頑張って。そらそう。全力でやりますって今言って。全力でやります。うん。心強い。いや、いいよ、いいよな。さあ、ということでお別れでございます。アルコ&ピースさん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。また、オールナイトニッポン頑張ってください。感想は？さあ、というわけでね、総選挙もね、総選挙近づいております。投票の方、皆さんよろしくお願いします。はい、ふと松原も入っております。はい、お相手有吉弘行と、ふと松原と、アルコ&ピースでした。また来週。